それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはボッケリーニ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してボッケリーニ花に立ちます。その後ろからはイートオンビート、この馬も上がっていく構えです。さらにはサザンナイツ、10番マテンローレオ、その後ろ先手を取ったのはボッケリーニ、少し離れてリステリンウェイ、続いていますアドマイヤハレー、それに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。その外にマイネルウィルトス、内からはプロミナンス、ウィンエアフォルム、それに続きます。少し開いてシュトルーベ、最後方にオーリアリリー、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。4番サザンナイツ、レースを引っ張ります。シュトルーベすぐ後ろ、間が空いてウィンエアフォルク、すぐ後ろにアドマイヤハレー、これに続いてマイネルウィルトス、ピンクの帽子マテンローレオ、その後ろすぐ後ろにボッケリーニ、その隣にミステリーウェイ、これに続くのがオーリアリリー、プロミナンス、そのうちに続いています。しんがりからヒートオンビート、前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでシュトルーベ先頭に変わりました。サザンナイツほとんど差がありません。ミステリーウェイ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシュトルーベ、サザンナイツ続いています。なんでアドマイヤハレ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。シュトルーベ先頭、200を切ったボッケリーニ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ボッケリーニ先頭、ボッケリーニ、ボッケリーニ1着、2着にはどうやらマイネルウィルトス、3着にシュトルーベ、勝ったのはボッケリーニ、このレースを制したのはボッケリーニ。スタートしました。ヒートオンビート、好スタートを切りました。ミステリーウェイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヒートオンビート、花に立ちます。その後ろからはボッケリーニ、この馬も上がっていく構えです。ウィンエアフォルム、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からサザンナイツ、先手を取りました。その外からミステリーウェイ、並んで6番ヒートオンビート、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。ボッケリーニその前に進出、大きく離れましたアドマイヤハレー、その隣にオーリアリリー、すぐ隣にマイネルウィルトス、ここにマテンローレオ、プロミナンス、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。黒の帽子ウィンエアフォルク、その後ろ最後方にシュトルーベ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から4番サザンナイツ、依然として先頭、すぐ後ろにボッケリーニ、その後ろにミステリーウェイ、ヒートオンビート、それに続きます。これに続くのがアドマイヤハレー、その外にマイネルウィルトス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番サザンナイツ、ボッケリーニ、ほとんど差がありません。間を挟んでヒートオンビート、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサザンナイツ、離れてマイネルウィルトス、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。200を切った、ここで先頭変わってボッケリーニ、マテンローレオ抜けた、2番手はボッケリーニ、マテンローレオ、わずかにマテンローレオ体勢有利。各馬綺麗に揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。サザンナイツ前に行きそうです。アドマイヤハレー、それに続いています。さらにはボッケリーニ、10番マテンローレオ、その後ろ先手を取ったのはサザンナイツ、少し離れてヒートオンビート、続いています。その外からミステリーウェイ、マイネルウィルトス、すぐ後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。間が空いてオーリアリリー、すぐ後ろにシュトルーベ、並んで3番プロミナンス、最後方にウィンエアフォルク、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度4番サザンナイツ、依然として先頭。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、少し開いてマイネルウィルトス、その後ろからはアドマイヤハレー、その隣にヒートオンビート、ここにつけたのがボッケリーニ、
その横にオーリアリリー、この集団にミステリーウェイ、隣にはマテンローレオ、内からはウィンエアフォルク、その外にシュトルーベ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番サザンナイツ、サザンナイツ後続を引き離していく。2番手はマイネルウィルトス、間を挟んでヒートオンビート。3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマイネルウィルトス、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はヒートオンビート、残り 200m ヒートオンビート、このまま振り切れるか。後方から一気にボッケリーニ、ヒートオンビート1着、2着にはどうやらボッケリーニ、ヒートオンビート、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。サザンナイツ前に行きそうです。ボッケリーニそれに続いています。さらにはヒートオンビート、11番ミステリーウェイ、その後ろ先手を取ったのはサザンナイツ、大きく離れましたアドマイヤハレー、その外からマテンローレオ、オレンジの帽子マイネルウィルトス、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。ここにオーリアリリー、すぐ後ろにシュトルーベ、さらにはプロミナンス、しんがりからウィンエアフォルク、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番サザンナイツ依然として先頭、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはボッケリーニ、少し間が空いてアドマイヤハレー、並んで6番ヒートオンビート、その外にマイネルウィルトス、その隣にマテンローレオ、ここにつけたのがミステリーウェイ、オーリアリリー、そのうちに続いています。その後ろにシュトルーベ、その後ろにプロミナンス、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてサザンナイツ、ボッケリーニ、ほとんど差がありません。間を挟んでアドマイヤハレー、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はボッケリーニ、離れてヒートオンビート、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ボッケリーニ先頭、200を切った。先頭は依然としてボッケリーニ、2番手はヒートオンビート、ボッケリーニ粘る、ボッケリーニ、ボッケリーニ1着、2着はヒートオンビート、3着にマイネルウィルトス、ボッケリーニ見事このレースを制しました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。サザンナイツ前に行きそうです。ボッケリーニそれに続いています。さらにはヒートオンビート、11番ミステリーウェイ、その後ろ先手を取ったのはサザンナイツ、少し離れてアドマイヤハレー、続いています。その外にマテンローレオ、並んで9番マイネルウィルトス、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。すぐ後ろにシュトルーベ、ウィンゲアフォルク、すぐ後ろその外からオーリアリリー、赤の帽子プロミナンス、その後ろ各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番ミステリーウェイ、レースを引っ張ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。隣にはサザンナイツ、その後ろからはボッケリーニ、すぐ後ろにプロミナンス、その隣にヒートオンビート、その外にマイネルウィルトス、マテンローレオ、上がっていきました。アドマイヤハレー、そのうちに続いています。シュトルーベ、それに続きます。並んで7番オーリアリリー、しんがりからウィンエアフォルク、もう一度先頭に戻りましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として11番ミステリーウェイ、サザンナイツ、ほとんど差がありません。マテンローレオ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はミステリーウェイ、サザンナイツ、続いています。その隣からはプロミナンス、さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってシュトルーベ、残り 200m シュトルーベ、さらに足を伸ばす。2番手はプロミナンス、シュトルーベ先頭だ、シュトルーベ、シュトルーベ1着、2着はプロミナンス、3着にマイネルウィルトス、勝ったのはシュトルーベ、このレースを制したのはシュトルーベ。スタートしました。マテンローレオ好スタート、綺麗なスタートを切りました。サザンナイツ前に行きそうです。マテンローレオそれに続いています。さらにはミステリーウェイ、1番アドマイヤハレー、その後ろサザンナイツ、
先手を取りました。大きく離れました。ボッケリーニ、緑の帽子、ビートオンビート、その後ろ、すぐ後ろにマイネル・ウィルトス。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。並んで7番オーリアリリー、シュトルーベ、それに続きます。その隣にプロミナンス、しんがりからウィンゲアフォルム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭を見てみましょう。4番サザンナイツ、依然として先頭。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない流れです。リードは1馬身から2馬身、マテンローレオ、それに続いています。少し間が空いてヒートオンビート、並んで8番ボッケリーニ、ミステリーウェイ、すぐ後ろ並んで9番マイネルウィルトス、アドマイヤハレー、そのうちに続いています。さらにはオーリアリリー、その後ろからはシュトルーベ、内からはプロミナンス。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてサザンナイツ、2番手はマテンローレオ、ボッケリーニ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はサザンナイツ、マテンローレオ、続いています。間が空いてボッケリーニ、間が空いてコーリアリリー。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはヒートオンビート、200を切ったボッケリーニ、追い上げてきたボッケリーニ、さらに突き放します。ボッケリーニ強い強い、ボッケリーニ圧勝ゴールイン。2着はマテンローレオ、3着にシュトルーベ、ボッケリーニ、見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはマテンローレオ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマテンローレオ花に立ちます。その後ろからはサザンナイツ、この馬も上がっていく構えです。さらにはボッケリーニ、1番アドマイヤハレー、その後ろ先手を取ったのはサザンナイツ、そして大きく離れてビートオンビート、この位置です。これに続くのがミステリーウェイ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。マイネル・ウィルトス、その前に進出、すぐ後ろにシュトルーベ、オーリア・リリー、すぐ後ろ内からはプロミナンス、しんがりからウィンゲア・フォルム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。4番サザンナイツ、依然として先頭。リードは1馬身から2馬身、マテンローレオ、それに続いています。その後ろからはヒートオンビート、すぐ後ろにアドマイヤハレー、その外にシュトルーベ、その隣にマイネルウィルトス、その横にミステリーウェイ、プロミナンス、そのうちに続いています。並んで7番オーリアリリー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番サザンナイツ、2番手はマテンローレオ、ヒートオンビート、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサザンナイツ、マテンローレオ、その後ろ、その外からはミステリーウェイ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったヒートオンビート、200を切った。さあ先頭は今度はマイネルウィルトス、2番手はボッケリーニ、マイネルウィルトスゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはマイネルウィルトス、このレースを制したのはマイネルウィルトス、